広島広域都市圏200万人の民を心を一つにするのじゃ。元就200万一新。11月は平和文化月間なのを知っておるか。もちろんです。イベントなども開催されるので見学したいですよね。うん、わしが注目しておるイベントがあるのじゃが、どんな様子なのか話を聞いてきてくれるか。わかりました、行ってきます。やってきたのは広島平和文化センター。平和文化月間について詳しく教えてください。はい、広島市では11月を平和文化月間と定め、平和への思いを共有する文化が日常生活に根付くよう、平和への思いの共有につながる取り組みを集中的に実施しています。平和文化月間は、同じ平和への思いを持つ団体や民間企業、広島広域都市圏の市や町が中心となり、平和への思いの共有につながるイベントが多数開催されます。今回元就様がおっしゃっていたのはその中の一つ、11月3日に神谷町シャレオで開催される市民平和文化イベントです。さまざまな団体がステージ発表や展示を通して日頃の平和への取り組みの成果を発表します。参加する団体の一つに話を聞いてみませんか。ぜひお願いします。紹介してもらった団体を訪ねたぞ。美しい音色が聞こえるの。早速話を聞いてみようぞ。とっても綺麗な音色ですね。これパンフルートですよね。そうなんです。このパンフルートは千田小学校に植えられていた被爆樹木から作られた楽器です。平和の思いを込めて演奏しています。千田小学校の児童や卒業生で結成されておる千田パンフルート合唱隊は、被爆樹木の貝塚伊吹から作られたパンフルートを取り入れた音楽活動を行っておるぞ。歌や音楽で平和への思いを感じたり考えるきっかけになるように演奏しています。私たちの演奏で楽しかったり笑顔になったり、その気持ちが平和な心や世界へ続いていけばいいなって思います。11月の平和文化月間は、千田パンフルート合唱隊のようにさまざまな文化活動などで平和への思いを共有できる大切な時間です。市民平和文化イベントはもちろん、他の催しもぜひチェックしてください。はい、文化活動で楽しみながら平和への思いを感じられるってとっても素敵ですね。私も元就様とチェックして行ってみたいと思います。創建350年、名勝錦帯橋にて錦帯橋芸術文化祭を11月9日から10日に開催します。イベントならではの幻想的な雰囲気を味わいにご来場ください。平和文化月間についての詳しい情報はホームページをご覧ください。興味のあるものに参加し、平和について考え行動するきっかけとなるといいの。ザ・広島ブランド認定特産品の中からご覧の商品を抽選で1名の方にプレゼントするぞい。番組ホームページからご応募されたし。200万一新。おー